はい、どうもこんにちは、カーネです。さあ、今回がチャプター3ですね。次はどこだ、どこね、城の中なんかな。まあわかんないけど、あ、そっか、城の中で、城の中だね、今回は。ここはあれだね、初めてレオンとエイレがちゃんと面と向かって会うシーンだね。Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see.Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? これ最初爆発するんかと思ってたんだよね。Why'd you show up like this? See you around. Ada!そうや、ここが城のとこだったら一体何をするんだろうね、エイダは。ルイスは succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that US government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about.He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. サンプルを受け取ると。確かサンプルって本編だと受け取れなかったんじゃなかったっけ？うん。忘れちゃったけど。で、どこ行けばいいんだ？レオンのいた場所からは行けなそうだな。どうやって行くんだろうね。あ、いや、まあなんか、早速こいつがいるんで。お、ああ、そっか、この辺が増えるんだっけ。Is that all? 宝の地図と、アタッシュケース L と、ボーガン。ボーガンなんていうアイテム出たんだけど。どうなん、このボーガンは。いや、これはちょっと怪しいぞ、ボーガンは。しかも、なんなら今、買えねえし。Is that all? Thank you. で、ここはもう、売るしかないんだよね。まあ、売ったら多分、全部あったら多分2、3万くらいしたんだろうけど。あ、火薬付きボーガンの矢。なに、弾とか普通に落ちてんだ。しかも結構飛んじゃねえか、お前。お前、ふざけんなよ、お前。結構取るじゃねえか、お前。俺はね、聞いてねっすよ。まあ、いっか。とりあえず、持っとくだけ持っとくか。まあ、もしかしたらね、本編みたいに、ほら、本編だとマグナムが、普通に、買わなくても入手できたように、もしかしたら、ボーガンがこの、その枠なのかもしれないね。もしかしたらね。ウォーガンがその枠ってもちょっと嫌な話だけどさ。確かここさ、犬出てくるんだよね。いや、全然違ったわ。全然違ったわ。普通にお前ら出てきたわ。あー、投げてくるなー。いやー、ちょっと待って。これ厄介だな。
あいつ普通に撃ってくるわ。あーうまいこといけたのに今。あ立てお前、立つんだぞ。おい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 、ふざけんなよお前。クソがよ。ショットガンでやってんだからお前ひるみなさいな。あうっ、くそ。お前生きてたか。くっそ、一発で死んでなかったこの人。ふざけんなよお前。くっそ、あの寄生体を硬くなってんな。でちなみにあいつはどこにいるんだ。あいつなあれだったよな。 あそこにいるわ。いやお前おかしいだろお前、どんだけどんなとこかでやってくって。やばいだろお前マジでよ。なんだよあのエイム力高すぎだろ、プロゲーマーかお前。ああなるほど、やばいだろこいつ、プロゲーマーだったわ。ふざけんなお前本当によ。まあ飛び降りたらすぐも取りに行けるよね。あーなるほど、これはしくじったな。これはしくじったね。いやー登れないんだよね。赤いのハーブか。とりあえずあれだな。あ？いや普通にそういう風に開けるんかい。あ、そこか。まだいる？まだいるな。声聞こえるもんな。犬はどうやらいねえな。多分レオンが通ってきた後だから、多分レオンがやった後ってことなんだろうね。まあおそらくだけど。ああここにいんのかな。いるわ。普通にいたわ。こいつ硬かった記憶があるんだよね。ああこいつはなんか赤色のやつはね硬い記憶があるんですけどね。くそー、分離しろよお前。いやこいつ一発で死なないってのがやべえな。え？あっぶないよお前。また敵増えちったな。こっち来てる？おおおもう来てた来てた来てた。普通になんか何にも驚く要素ないのに驚いてるな俺。うわくそったれがお前。そんな見えないとこから攻撃してくんなお前。くそこいつ巻き込めなかったのは痛いけど、くそやるなお前。
よし。まだいるな。こっち来いよ。おい。さすがに来ないか。これさっきなんかあれしてたやつか、もしかして声出してたやつかな。こういうのは確か宝物があったと思ったらいたね。あーええー、あーびっくりした。なんか違う、なんか出方したからなんか違うのかなと。あれしていく。あんな近くにいるの外さないといてくれなさい。いやー、一発で知らないのはちょっと厄介だな。まあそれほど難易度が高いまま維持できてるってことなんだけど、せめてライフでやったら一発で死んでほしいよな。あ、これあるね。あー、どこにいるかがあれだな。おーっと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 。あ、危ないなお前らよ。危ない危ない危ない。お、もう珍しくあれだね、早い段階からキーハーブ落ちてるね。まだ声は消えないからな、まだいるんだよね。で結局俺はどこに行けばいいんだろう。確かこっちに行くと赤色のやつがいたんだよね。ふざけんなお前。とりあえずこれで。ああ、ぶら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 。普通にこいつらあれ殴ってくるからな。ああ、容赦なく殴ってくるからね。終わったね。ふう、まあとりあえずあれだな。まあとはいってもまだ片付けられてないんだけど。あー、こっちに降りればいいのか。あとこっちの方行ってないね。そういえば多分ここにやっぱこいつだったね。ここにいるやつだったね。あー、全員これなっちゃうね。うわー、くそ。変なもんかけられちったよ。ダメージ食らうなマジで。とりあえず回復するしかねえな。あれだな、あいつスプレー打ってくんねえかな。スプレー打ってくれる。よし、ただこれで1個変えたな、スプレー。で、あとあの仮面野郎か。仮面野郎だけだな。ほらよ、バカだれ。で、こいつはあのヘルメットかぶってるからヘルメ。おい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 。生体にならないんだったら大したことねえよお前なんてよ。
とりあえずこっちに行くのが正解なんかな。あっちも行けるね。どっちに行くのが正解なんだろう。一応こっちも行けるようにはなってるね。まあ、とりあえずあれだな、あっち行ってセーブだけするか。ああ。で、確か地図上だと確かここにお宝があるんだけど、あー、これあれだな、多分上にあるな。うん、ここの上にあるね、おそらくだけど。あー、あったねー。これなんだ、金の装飾の入った香水瓶。俺はハメリ系じゃないのかな。あー、ボウガン結構売ってるね。売ってるねじゃなくて、弾落ちてるね。あ、ボウガン持っといた方がいいのか。どうなんだこれ。あんまり強いイメージがないんだけど、敵が使ってくるとなんかめちゃめちゃベラボーアイス当ててくっけどさ、俺が言ってもなんか当てられない気がするんだよね。ついライフでよくねえかっていう、そういう気がするんだよな。とりあえずあれだな、ここでセーブしとっか。あー、よく見たら俺宝物逃してんな。あれ取りに行かないとダメだな。いやー、危ない危ない。五変神事のバンク、あれこんなの本編であったっけ。五変神事のバンクなんてなんか聞いたことないな。エイダーボード限定の宝があるとは思えないんだよね。一応本編では確か全部ゲットした記憶はあるんだけどね。うん、俺が覚えてないだけかな。はい、ちょっと今回はね、短いかもしれないんだけど、ここで終わろうかな。実はちょっとね、明日、明後日、この動画が出るのは、あれか。今日金曜日なんだけど、まあ、土曜、日曜、ちょっとね、動画が撮れない。ちょっと時間がなくて、ちょっと動画が撮れないっていう状況なんで、まああれかな。まあなるべくちょっと短い時間でちょっと、小刻みにちょっとやりたいんだよね。そう、実は今日だけで動画を3本くらい作らないといけないっていう事態なんだよね。うん。まあということなんで、まあちょっとここで勘弁してくださいという感じですね。はい、チャプター3では、この城の中でね、まあ、一応、ルイスにサンプルをもらうっていう任務ではあるんだけど、まあ、どうなるかって感じだね。はい、といった感じで今回はここで終わります。さよなら。